後半の残り45分がスタートします。現在アーセナルがリードの状況です。ここで上がっていったぞ。こぼれたボールはアンデルソン、次々と上がっていった。これはアデバヨ、通ればというところだったのですが通りませんでした。雰囲気がありますウォルコット、寄せが強いファンペルシー、ピッチを駆け上がります。ボールはこぼれています。ファンデルさん、このパスは通りません。ナスリがこれを抑えます。素晴らしいタックル、ボールがこぼれた。分厚い攻撃になりそうだ。さあいいところに来ましたよ。ディフェンスがうまく対応、どちらに収まりますか。さあボールを取った、これを拾いたい。キーパーボールを抑えます。ラインを整えて攻撃に移りたいですね。何が絡んでくる、サポートに走るウェイン・ルーニー、このボールはアルムニアが許しません。いいチェックが決まった。狙っているでしょうルーニー、周りは反応しているか。アルムニア、パスをカット、狙ってましたか。ベルバトフ、チャンスと見たか、上がっていきます。さあこれはルーニーです。まだまだ安心できません。スローインです。ユナイテッドに選手の交代があるようです。パス&ゴーも視野にあるか。サニャ、フリーの選手が上がってきた。ここにはキャリック、どういう展開になりますか。テオ・ウォルコット、ユナイテッドのスローインで再開です。ナイスタックル、タッチを割ります。ユナイテッドのスローインです。ディフェンスが対応します。タッチラインを割りスローインです。スペースを見つけて走り込みます。ディフェンスが冷静に処理します。チャンスになる、ナイスカットです。スペースに走ります。ボールがこぼれます。周りを確認したいルーニー、チャンスになりそうだ。ここでまだあります。気は抜けない展開です。ユナイテッドのスローインで再開です。中にスペースがあります。クリスチアーノ・ロナウド、つながった。チェックしたボールがこぼれます。これはファンペルシー、これはファールです。どちらが得点をしてもおかしくない展開が続いています。西岡さん、今日はいいですね。しっかりボールと連動して動けていますよ。はい、岡田さん、確かに先ほどから選手がぼーっと立ち止まっているというシーンは少なく見えますね。さあユナイテッドが徐々に押し込んできました。さあ折り返した。このボールはディフェンスに弾き返されます。足を出す、ボールがこぼれた。アデバヨ、次々と上がっていった。ウォルコット、さあここでどう動くか。クロスが上がった、相手に読まれてしまいました。ここに注目の何がいます。味方につながった、このパスはカットされます。ウェイン・ルーニー、ディフェンスは見えない。チャンス狙っていっ、ゴール、劇的な同点ゴール。このゴールは大きいでしょう。
非常に重要なゴールが入りました。クリスティアーノ・ロナウドにあの形からやられてしまったらこれはもうしょうがないですよ。サクッと切り替えないといけないですよ。ベルバトフです。ボールが落ち着きません。スローインでの再開はアーセナルボールです。ピッチを駆け上がります。ボールにはウォルコット。このボールは外に出てスローインでの再開となります。この位置からのスローイン、苦しい状況が続きます。エブラ、分厚い攻撃になりそうだ。パトリス・エブラ、さあクロスだ。中にはどうだ。ボールはディフェンスがクリア。周りを確認したい。延長戦へと向かいます。これはゴールキックとなります。